はキーンとした空気が美味しいわね。よし、チェックインも終わったことだし、早速観光して回るわよ。エステル、ケーブルカーで到着した時からずっとうずうずしてたもんね。いくつになっても落ち着きがないんだから。さっきご挨拶に来てくれた灰色のお兄さんのご両親もエステルのことを温かい目で見てたわよ。
Thank you.
るしかないみたいね。行くわよ、みんな。あ、ええ、任せて。なんときた、気合を入れよう。お見事だったわ。かっこよかったわよ、カシウスおじさん。いやよ、呼び名は何でも構わないって言ったじゃない。